This is Emron 20s, okay? So you good? Cause I want to know. 今日は仕事が休みで、天気がめちゃめちゃいいんですよ。あったかい。暑いぐらいです。ユーコンも。でも休みでね、何しようかなと思って、まあ、特にやることもないので、今日はね、エメラルドレイクっていうところに行きたいと思います。エメラルドレイクの下にまで下がってきました。誰も来ないといいな、ここに。人通りがかなり多いですけど大丈夫かな。本当にね、人に会いたくないんですよ。前回ここでもね、やったんだよ。大丈夫かな、誰も来ないよね。めっちゃ綺麗でしょ。ここにしますか。I wanna make this place as private as possible. ちょっとね、このね、車のね、位置が気に入らないから、車の位置を変える。これでね、プライベートの空間がね、できたと思います。Welcome to Emron Tour. Emron ツアーへようこそ。今日はね、エメラルドレイクで、まあ、ソロキャンプ練習。まだ練習ですよ。まあ、いつも通りね、火を起こして、ランチでもしたいと思えば、ブランチかな。あ、もう1時半なんだけど、まだ何も食べてないから、肉をね、とりあえず焼いていこう。めっちゃいい。この景色が独り占めですよ。自作したウッドストーブ、一回使っただけなのにかなり年季が入った。木をいっぱい持ってきたよ。虫がね多いね、水辺はね。なんかチャンネル登録者が1800人？今朝見たらびっくりした。皆さんありがとうございます。ツイッターの方もね、フォロワーさんが増えてて、まあ、嬉しいです。いいね、やっぱりこうやってこのね、週2日のね、休みを利用してなんかこう自然の中でね遊ぶっていうのもいいよね。もうめっちゃ火をね作るだけでもかなりのストレス解消になるんですよ。昨日これね一切れ食べたの。こんなの持ってきちゃった、ね、こんなものを持ってきた。結構前に4ドルぐらいで買ったの。できるのか、こんなもので焦げてるけど大丈夫これ。無理だろ絶対。じゃあさ、逆に聞きたいけどさ、
これはじゃあどんなところに乗っければいいの？クマがいないかね、警戒しながら。こういうのもね、捨てちゃいけない、持って帰る。このまま行くしかない。本当にこうして超ワイルドだよね。ワイルドすぎる。あのねこんなね肉をね、あの簡単に炙れるわけないでしょ。こんなの見たことありませんよ。焼けてるっちゃ焼けてるんだよ。カナダのねお肉ってね、でかくて柔らかくて安くて美味しいんですよ。これも一切れ日本円にすると250円ぐらいですから。これクマがいないか周りを確認する。肉ね、多分焼けた。いただきます。ちょっと赤いぞ。うん、まあ肉だね、肉肉。水は美味しい。焼肉のタレ持ってきたんだけど、一応ディップする。 I don't think it's a good idea but 何ゴムのさ、こう塗るやつとかあるじゃないですか。そういうのも持ってきたくないよ。こういうところには持ってきたくないじゃないですか。熱っ。うん、タレつけた方が美味しいわやっぱり。まあね、あのね、暇っちゃ暇よね。やっぱね、人が来ますね。今もなんかファミリーがここに来て写真を撮って、なんか見えたって。どんぐらいここにいるのって。2時間。なんだかんだ言ってもう2時間もここにいます。疲れた、熱っ。コールストーブ用のごとくをね、ほんとね、しっかりつかない、作らないと。沸騰は しなかったけど、まあもう疲れた。あのね、多いですね。こっちの方まで降りてこないんだけど、完全になんか一人じゃないとね、なんかイライラする。まあ、チェアス、乾杯、お疲れ様。前回より紅茶美味しいぞ。本日のユミネムツアーはどうでしたか？なんかね、ユミネム本人がちょっとね疲れちゃったね。
人通りが多いとね、ダメだなっていうのも、またいい勉強になりました。本当誰もいないところに行きたいですね。外であったかいものを飲むってリラックスですね。あの前回のこのソロキャンプの練習の動画で夢ネムツアーのことについてちょっと話して、でコメントも結構多くいただいて、夢ネムツアー実現頑張ってください、応援してますとか、参加絶対したいですっていう方が結構いて、夢ネム嬉しいです。やっぱそういう反応があると、あの じゃあ今日もじゃあソロキャンプ練習で動画作ろうとか、アウトドアな動画作ろうとか、 YouTube を見てくれる人が今私のこのエネルギーになっております。今日やっぱ思ったことは、夢でもね、いつか怪我するぞみたいな、ちょっともうちょっと落ち着いてやりたいと思います。全然落ち着いてない自分、あの外で肉を焼いて食べることができるってレベル1上がりましたね。生肉を焼くっていうのがね。いっぱい来た。うわー、私が嫌いな虫がいっぱいいる。今日は約ここで3時間もまあお世話になったので、もうそろそろ行き、あっちの方の山がすごい綺麗だよ。なんか山登りとかもしてみたいですよね。一人じゃちょっと怖いけど、本当に自然に大感謝です。大感謝。撤収。OK。 Thanks for watching. I hope you enjoyed watching this today. See you in the next video. 次の動画でお会いしましょう。